どうも皆さんこんにちは、ダビです。皆さん元気ですか？ということで今日は1月26日ということで、まあ1月26日か何の日か皆さんわからないはずです、うん、今日は何ですか？ダビの誕生日です。ということで17歳になりました。それも結構みんなびっくりするかもしれないです。実は17歳ですよ。かわいそう。でそれでまあ急遽ね、あの夢タウンに行くことになって、まあショッピングでなんかうろうろしたりなんかやろうということで、普通に夢と前にみーちゃんがいて、そしてあかりが運転してます。あかりの新しい車ということで、あー今流れた曲のアルバムを皆さんに紹介したいと思います。友達のね、津田キリスト教会の新しいアルバムということで、皆さん本当にめっちゃいい賛美しか入ってない。配信はされてなくて CD 買わないと聴けないので、ナビが聴いてるから聴いてる。めっちゃちゃんと礼拝してる。なんか可愛いよ、のおばちゃん。おじさんかな？え、おじさんなのかな？光は闇に勝つ、やった僕も私も、あー怖っ、帰りやばいじゃん。確かに帰りが面白い。 A few moments later。 え、何階だったっけ？ B1 じゃない。いっせーので、もう毎回このウェゴ毎回ウェゴっていう、ウィゴっていうお店に入って毎回何も買わないってもう見るだけ。これなんかみーちゃんが言うにはトリーヘリのライブに行けるっていうことで、めっちゃありそう。なんかそれなんかドルドルドみたいな、ああいうファンがつけるやつで、なんかみーちゃんがこれ買ってすごい後悔したらしくて、まあすごい気持ちは気持ちいいんだけど、これ800円ですごい。また別のもので、別のものいらないもの買っちゃう。キディちゃんの50周年の記念ということで、売り切れすぎ、何もない。あとあのなんかキョロキョロのやつとか懐かしい、やば。というわけで、あの皆さん知ってたかどうか分かりませんが、ダビあんまりプリキュア好きじゃないんですよ。ダビダンスパーティー系が好きで、みんな、あ、みんなダンスパーティー系のプリキュアがあるよって言われて、まあ撮らないといけないということで、あーバン、それいらない。ダビ林原 YouTube 検索。じゃあどこに、結構見やすいところでしょ。全然バレンタイン関係ないけどね、みんなも結構関係ないこと書いてるんだ。というわけで、あかりがダビの誕生日のお祝いにケーキじゃなくてドーナツを買ってくれました。全然そのそれを持って買ってないけどね。せーの、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアダビー、ハッピーバースデーツーユー。ロウソクこそなくなったぞ。早く早く、つまんな。本当に危ない。というわけで、このミスタードーナツとゴディバの、あのコラボらしいです。なんかキャラメルらしいです。美味しいらしいです。ちゃんとそのドーナツのチョコレートの味と、上のキャラメルの味もする。昼ご飯食べてない。Kにお土産がある。一回目つぶって。あれ、あ、ダメ。カメラが。何これ、お土産。何かを見てないけど、違う。ボタン。はい、というわけで皆さん、今日は次の日なんですけれども、27日で、今日は別にダビの誕生日ではないんですけど、ダビの誕生日会ということで、さっきまでずっとバタバタで、もういろんなもう準備とかしてて、でもやっと座ってて感じです。一人目の、なんていうの、お客さん、お客さんとかした。一応今日のパーティーのテーマがあるんだけど、何だと思う？簡単になるために、映画です。映画。ジョイ。ジョイ？なんかあるじゃん、あのディズニーのインダマインみたいな。ああ。違う。ああ、マダガスカル。ピンポン。え、ほんまに？
マジで、うん、マジ今めっちゃ適当に言ったんやけど。ほんまに本当に嘘じゃなくて。あ、見てきたよ。はい、もう6時過ぎたんで受付終了してます。入れますか。いやもうちょっと6時過ぎちゃったんでお客様申し訳ございません。ちょっともう寒い。あ、責任者呼んでくるんでちょっと責任者これで俺が寒い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 申し訳ございません。パーティーのテーマがあるんだけど、ナビが好きな映画。映画？え、で今テーマになるのそれが。あ、外に超なんかデコレーションがあるんだけど。でみんな役がついててモノマネをしないと。違う。クリスチャンの映画？うん、クリスチャンじゃない。クリスチャンじゃないの。違う。モンスルタイタニックって。オープンシーズンだから。あ、なんか近いけど違う。あ、違う。そういう感じ？だからその時代だから。どうどうその時代の。マダガスカルとか。マダガスカル。マダガスカル。マダガスカル。ペンギンズ好きだったもん。ペンギンズ。ああ、桜たちは結構ペンギンズが好きだった。はい、確かにダビマダガスカルだ。いやこれあんまり好きじゃない。あ、そ、それかこの子だこれ。ああ、俺と一緒かいい。あ、これすごい怖い。このおばさんすごい嫌だった。カバンなんかこの一番嫌だった。一番嫌だった。でっかいのビー。でっかいのビー。でっかいのビー。ボリュームのある感じ。おお、すごい。一番ボリュームのある人だから。これ以上入らない。色被らなくてよかった。そう。やば、アプロすぎ。ありがとう。すごかった。この前割れてたから。これ落としちゃって割れちゃいました。足がとうとうもうなんか落としすぎて壊れてしまった。こちら。わあ。似てるし。そう、ザ動画撮ってるって感じ。意外といいねこれ。そうですね。け？わ？そう。そして ICS キリストになりってお祈りします。アメン。コールスクッティング今年も日々あります。めっちゃ大好き。明かりが散ったピースいる人。トン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 。ちなみにね、これブラジル料理で、なんかまあひき肉がメインです。トン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 。おお、やばい、湯気が。で、まあ今日のメインのメニューがこちらのブラジル料理のパステルって言うんだけど、YouTube で見せたことないかも。毎回コシンやってあの揚げ物じゃん。でも今回はパステルで、こういうなんか生地でそれを揚げ物にするっていう感じで、でその中にひき肉とかチーズとか入れたりします。有名すぎるね。すごい有名。ブラジルなんかどこにも売ってるみたいな。やっぱりもう本当に皆さんパーティーでやっぱり感動しかないです。本当にもうこんなもん見てください。目も泣いてます。なんて感動なの。なんて感動なの。目見せてなんて感動なの。確かに誰が泣いてるの。あまり見せたの。あーおばさんなんか心じゃない。本当に撮った。桜栽培だった。あーないよ。ピントが合わない、かわいそう。なんて言わないよ。あ、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Davy. Happy birthday to you. おめでとう。せーの、イユー。意味ない。やばい。そこはおもろ。あ、一回言うすると、一回一人ずつちょっとやってみて。せーの、キングシュリアン。キングシュリアン。私のハンドバッグ。というわけで今からゲームをやっていきたいと思います。皆さんと見たことあるゲームだと思います。見てください。耳、ちょっと待って、口、はい、頭、はい、腰、膝、コップ。ダビ4人だ。耳、唇、鼻、腰、コップ。は、いいよ。腰、
膝白コップうまい感じ首顎耳遅いじゃ真似じゃ真似してるんだよコップいっせーのーでゆうくんゆうくんなった一応ゆうくんさくらダビのその髪型が一番強そうでLet's go! Come on, come on, start! Yeah! 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 よーい、スタート。おお。ね。やったね。あ、当たった。あ、もう最後だった。ああ。みーちゃん、みーちゃん。違う。ああ。というわけで今ケーキタイムということでこちらはちょっと違うケーキです。これチョコレートの生地に中はなんかちょっとココナッツ系のあのやつが入ってる感じです。どう？おいしい。どうもケビンチャンネルようこそ。ダビの誕生日会に来ていまして、イベントごとをやった後に今ケーキを食べてるんですけど、見てください、ブラジルのケーキです。あーケビンチャンネルでケビン専用さんおいでる、おいでる忘れずに、いや、おいでる忘れずに、いただきます。おいしい、すごいおいしい。ココナッツ苦手なんですけど、うわこれはマジで食べれます。めっちゃおいしいです。ホワイトソースおごプロ最近ですね、このど真ん中にニキビができたんですよ。絶対言わないでしょ、それ。ニキビ食べたいですか？なんで？やめて、何さ、質問、何？前のケビンチャンネルは、アクサ数えてくださいって言って。いや、俺やばいね。YouTube やらない方がいい。まあ、そんな感じです。もうちょっとで終わる。バイバイ。バイバイ。わーい。というわけで皆さんちょっとだけ経ちました。もう髪の毛もうボサボサ、まあカツラかぶったからねちょっとボサボサになって、で今11時です。みんな帰って、で今あのインスタの投稿やったりして、なんか去年も同じこと言ったような気がする。さっきまでいろいろあの投稿とか写真の投稿とか誕生日会の写真みたいなのはこちらダビのインスタグラムをぜひ皆さんフォローしてください。あちらの方ではねもう全部ストーリーとかもリアルタイムで出してるので、でマナガスカルっていうのはね本当にダビがちっちゃい時から大好きな映画で、もう18歳になったらもう大人になっちゃうから、もう17歳子供の最後の年にマダガスカルのパーティーにしようっていうことでした。まあというわけでダビの17歳も皆さんぜひ受け止めてよろしくです。17歳に見えないといろんな人に言われますし、それはもう失ってます。というわけでもまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。